実は先ほどですね、前大会におきまして、皇家さんですか、ね、文科省の方がですね、話されたんですが、結構論点が似てるんですね。重なる部分があるんですが、ところがですね、皇家さんが言ってることと私が言ってることがですね、多分ちょっと違ってくるんじゃないかと思うんですよ。で、それがまたいいのかなと。私これを引き受けるにあたってですね、結構本音の方で話させていただきますよということを言いましたので、ちょっとそこを興味深く聞いていただければというふうに思います。では座らせていただきます。それでは、学校運営協議会の説明をさせていただきます。多くの実践を発表いたします。よろしくお願いいたします。まず、本校のですね、概要をご紹介いたします。本校はですね、本校の概要ですが、本校は、千葉県の南、太平洋側の鴨川市に位置しています。電車は、JR 西郷線または外房線です。この写真は本校の前景です。春には桜が入学式を迎えます。鴨川市といえば鴨川シーワールド、シャチが乗っています。サーフィンのメッカですね。そして世界ランキングによるほどの有名病院、亀田総合病院があります。亀田医療大学です。千葉県松戸のです、ね、医療福祉コースでは亀田グループのバスで年間を通じて大学や病院等に講義を受けたり、さまざまな実習を体験します。この経験を通じて生徒は幅広い知識を得て、将来は医療福祉の分野で働きたいと考える生徒を支援します。このように大学と連携を密にして生徒の希望に応じた介護の教育支援を受けることができます。ご覧のように本部は大正11年、今地図でありました千葉県の南の阿波という地域でありますが、その中の現在の鴨川市を中心とした長狭地方10か町村が力を合わせて、まあ、組合立の学校として創立されました。来年の100周年記念行事が予定されています。創立100周年が普通科の伝統です。先ほどバスからですね、言いましたら石巻商業高校は1911年これ同じ年に成立が創立されていたというふうに思いました。卒業生は2万人を入院に超えています。平成24年に指定を受けてから、コミュニティスクールはそういう歴史になります。大きな特徴としましては、平成26年に普通科の中に医療福祉コースを設置しまして、その翌年、先に触れました、まあ、亀田グループと連携を結んでいくというところでしょうか。この病院での実習、講師の派遣は充実しています。現在、1学年4クラスの12学級の学校です。皆さん千葉県というのは日本の中でも人口が維持されているとお思いでしょうが、本校はですね、それは千葉市から北の話でありまして、この千葉県の南の方はですね、人口が急激に減っている地域で、まあ、我々の学校がある地域はですね、その先進地域です。20年前は1学期ですね、8あった1学年は8あったんですが、今ですからその半分です。過去3年間の進路実績です。4年制大学、短期大学は 43.3%、専門学校は 39.0%、就職は公務員を含む 16.5% でした。まあ、このように本校は私が作った造語ですが、進路多様校と言えると思います。さて、今日は学校運営協議会、コミュニティスクールについての研修会ということで、そろそろ本題に入りたいと思います。皆さんご承知の通り、コミュニティスクールは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第47条の5が根拠になりまして、設けられたものです。ここに掲げたものは文科学省が出しているリーフレットです。そもそもなんでこのような組織が設けられたのかといえば、まあ、非常に大雑把に言えば、学校だけでいろんなことに突き進む。外部、特に地域や保護者からの意見を取り入れろということだと思います。特にこの下の方の役割がかかりますが、
これを、ね、見れば今言ったことの趣旨が、まあ、生きてくるというふうに思います。学校運営協議会の主な役割ですが、この下の方が、大事だと思います。先ほどの全体会の意見と説明と重複しますが、まずは校長が作成する学校運営の基本方針を確認すること、次に学校運営について教育委員会または校長に意見を述べることができること、そして、教職員の任用に関して教育委員会に意見を述べることができることとあります。まあ、時期通り返せれば、大変強力な権限があると思われますが、分からないこともあります。例えば最初に挙げた校長が作成する学校名の基本方針を確認することについて、もし承認しなかったらどうするのか、私が超中高生の組織教育運営に関する法律を読んだ限りでは分かりませんでした。そこで千葉県教育委員会が定めた学校運営協議会の運営に関する要項をよく見たら、その第4条にですね、承認が得られなかった場合については必要がある場合は修正を加え再度協議会の承認を得られるように努めるとありました。そして承認が得られるまでの間、校長は教育委員会と協議の上、学校経営を行うとあります。ではずっと平行線だったらどうなるのか、分かりません。むしろ今日のお集まりの方に教えていただきたいと思うぐらいで、そのぐらい不勉強なものがですね、まあ、今日の発表をしてよいのかと思いますが、まあ、それはさておきまして、千葉県の場合ですが、学校運営協議会についてはですね、もし導入されても他県に比較すればさほど違和感はないのかなと思います。で、なぜかと申しますと、千葉県は平成19年から開かれた学校づくり委員会というのを設けていたからです。これですね、この制度が設けられたらもう10年以上も経ちます。また選果所ミニ集会という制度を持っています。選果所ミニ集会のスローガンは、膝を交えて本音で語り合おうというものです。開かれた学校づくり委員会とは、千葉県のホームページに書かれているものをそのまま読みますとですね、地域に開かれた魅力ある学校づくりを推進するため、平成19年度に開かれた学校づくり委員会設置事業を開始、現在コミュニティスクールの移行を完了した学校を除く全ての県立学校に開かれた学校スクリーン会を設置している。また地域との連携機能を強化するため、令和2年度からは委員会に地域コーディネーターを配置し、地域連携の充実を図るとともに、将来的に開かれた学校スクリーン会から学校運営協議会への円滑な移行、コミュニティスクールの導入を目指しています。ですから早くから千葉県はですね、こういったことをやっていたと。お手元の資料ですね、千葉県教育委員会が出しているリーフレットを配布させていただきました。ちょっとですね、小さくて読みづらいかもしれませんので、千葉県の教育委員会のホームページに入ってもらえば、すぐダウンロードできます。で、左がコミュニティスクールに関しての、右は開かれた学校スクール委員会に関してのです。このリーフレットを見比べていただければ分かると思いますが、この両者が大変似たものであるということが分かります。ここですよね、ここそっくりです、同じです、開かれた学校づくり委員会の取り組み内容はコミュニティスクールの取り組み内容に非常によく似ています。読み上げませんが、資料の通りです。こんな感じですね。次に選果所ミニ集会のリンクです。まあ、コミュニティスクールをいきなり導入することに躊躇があるならば、まあ、こういったところから始めるのも手かなというふうには思います。これもちょっと読みづらいかもしれませんが、千葉県教育委員会の方では簡単にダウンロードができると思います。さて、これらのことを踏まえて本校の学校運営協議会について説明をさせていただきます。まず一体どんな方々が学校運営協議会のメンバーを選んで、方々を学校運営協議会のメンバーに選んでいるかと申しますと、以下のようなメンバーです。実質的には協
教頭がお膳立てをします。7番目と8番目は学校の校長と事務長ですから、純粋な学校以外のメンバーとしては1番目から6番目の方々です。こんな感じですね。いかがでしょうか。次に会を進めていくにあたってどのような内容で進めていくかというと、まあ、参考までに平成31年度令和元年度の開催要項についてご説明します。昨年は新型コロナウイルス感染防止のため書面でのやり取りになってしまいましたので、ちょっとイレギュラーでした。したがって一昨年度のものに沿いますとこのようになっています。まず1から7までは、これ1から7ありますが、一種の儀式のようなものですね。8からが重要になると思います。ちなみに司会進行は教頭がいたします。この会の肝になるのはこの8の赤で囲んだものになると思います。まあ、このうち学校勉強会につきましては10月に第2回、3学期の1月に第3回と計3回を行うわけですが、1回目にこのような教育を受けた後、2回目は学校見学とミニ集会がメインになります。そして最後の3回目で学校評価を行っていただくということです。で、これあたりがですね、先ほどの説明とちょっと文科省の方の説明とちょっと違ってくるかもしれませんが、ではもう少し踏み込んでですね、実際現実の状況について本音で話しています。現実はまず、年3回の中で校長は学校の運営方針を委員会に説明しなければならないので、私の場合はですね、第1回は一応真面目に予備原稿を揃えてですね、丁寧に説明します。そうするとですね、6名の委員はこれに反する意見を言うことはありません。現実問題としましては了承しましたということになります。ちょっとさっきとですね、説明が違ってくると思うんですけど、現実はそういうことが多いと私は思います。まあ、その間の協議が必要だってことをね、全部文科省の方は申し訴えておったんですが、現実問題としては了承しましたということで、私が来てから3年間了承しませんって一度もありません。次に実際の長崎高校の上について、何か意見を述べることができるということなんで、意見がありますかということで委員に水をまきます。で、この際ですね、単に意見がありますかと言っても、まあ、出てこないことは明らかです。そこで逆に校長の方から、実はこういったことで困ってるんですがいかがでしょうかと切り出します。これは下の3のですね、引用に関しても同じことで、実際こういったことで困っていますと、難儀していますと聞き出します。で、昨年度で言うとですね、こんなことを挙げました。特別支援教室に冷房が入っていない、特別教室ですね、特別教室等に冷房が入っていないのに困ると。しかしこのことによってすぐに教育委員会が働いてくれるかどうか保証はできません。さて、では私が3年間校長として長崎高校で学校運営協議会で感じたメリットとデメリットについて話したいと思います。肌で感じた実践的な意見なので、まあ、教育学者の先生方が言うことは少し違っているかもしれません。まあ、当たり前のことですが、地域の方々の意見を直接聞くことができるというメリットはあります。しかしこの6人の意見が当たっているか当たっていないか分かりません。メンバーを選ぶ際にですね、明らかに学校に敵対する方は選びませんよね。ですから彼の意見が地域の本当の意見かわからない部分もあります。まあ、次に先ほど申し上げましたが、この制度を利用してですね、まあ、学校が困っていることについて教育委員会の交渉とする際に後ろ盾になるのかということです。しかし強力な後ろ盾になるかわかりません。実際に特別教室には冷房は入ってませんし、外壁が傷んだままで医療福祉等の一人のままです。まあ、参考までにですね、昨年の千葉県教育委員会に対して我が校が出した意見を掲載いたします。こんな感じですね。まあ、これはまだ文献が担当してますね。で、ここからですね、こんなことを意見と言いました。福祉実施室のエアコンの設置、時間もありませんので急いでいきますと、本校の実習室は4階建てで校舎の最上階にあり6
6月から5月にかけて室温が高温になり、授業を行うには適切な環境ではない。また夏季休校中も実習学で中小臨床手術を行っているが、授業環境としては十分でない。本校の医療福祉コースは、カメラ、総合病院で第一線で働く医療と従事者に本部を終えた時に指導をいただいている。現在医療従事者に指導をいただいているが、劣悪な環境である。医療従事者への配慮関係からもエアコンの設置が必要であり、早期の設置を検討していただきたい。次ですね。福祉免許を所有している教員の増員、まあ、時間はありませんので、もう全部読み上げませんが、要するに、福祉の授業に支障をきたしていると。でこのような状況を解決するための、専任教員の配置を検討していただきたい。このようなことは文書で学校勉強会で意見がありましたので申し入れました。次にデメリットですが、これは先ほど申しましたようにですね、メンバー、敵対するような意見を、述べる方は選んでないんですね。実際ではないんですけど、メンバーによって無責任な意見を述べる方が出るかもしれません。このことによって学校勉強会が学校の避難の場所になるという可能性もあるのかなと思っています。で、次はこれは本音ですが、先ほど申しましたようにですね、委員会は年3回しか行っていません。でもっと行えばいいじゃないかと言われましたが、委員の方も仕事を休んで来られることですし、我々主催者側の負担もあります。でこの3回で学校に対してきちんとした意見が得るかということです。私も別の専門学校の委員を長崎高校の校長ということで職で当てられてます。委員会で意見を求めないんですよね。でも言えないんですよ。普段その学校にあまり行ってないからです。でこのデメリットを解消するには、学校運営会の委員が気軽に学校を見学できる、あるいは校長室に入れるシステムを作ることによってある程度解消するのではないでしょうか。以上長々述べてきましたが、コンセプトとしましてはですね、机上の議論よりも現場の立場で本音でいくということでこの発表に臨みました。この発表の依頼が文科省の方から来たときに、私が発表するとですね、いいことばかり言わないからやめた方がいいよとお断りしたんですが、それでも良いプロジェクトで引き受けました。まあ、かつて踊る大捜査線という映画がありまして、その中で主人公の小田井美女ですね、事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだといったセリフを書いたと思いますが、私の個人的な意見を言わせていただくと、今の教育に欠けているのはこの精神ではないかと思います。つまりエリートの方々がですね、机上で理想的なプランを立てると、まあ、エリートの方々が起案するものですが、それは立派なものができます。しかし現実の社会には理屈通り動かないのが常です。でなぜそうなのか、それはですね、人間には情緒が存在するからだと思います。立派な仏を作ってもですね、魂を入れるのは現場の情緒を持った人間です。でそこには理屈では割り切れない義理と人情の世界がですね、当然入ってくるんですね。だから難しいなと思います。教育にも当然情緒が働きます。それを無視したような制度はうまくいかないと思います。学校勉強会にも先ほど申し上げたようにメリットとデメリットがあると思います。そしてそれは小中高特別支援学校といった学校主や東京のような都会に位置するか島嶼部に位置するかなどでも違ってくると思います。制度のメリットとデメリットを慎重に見極めた上で、もし導入するとしたならば現場の長所を取り入れたものにしていただければと思います。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。石井様ありがとうございました。